七星天灯は、甲虫目天灯虫科の昆虫の一種。和名の通り、赤色の鞘羽に七つの黒い門がある。最も普通に見られる、天灯虫の一つ。七星天灯、コチネラセプテンクトタエルは日本で普通な天灯虫の一つ。波天灯の方がより普通種ではあるが、本種もそれほど負けておらず、より多く見られる場合もある。幼虫、 生ともに油虫を食べる液中であり、天敵としての利用も含めて、よく研究されてもいる。また、一般的な天頭虫のイメージとしてよく、親しまれている。真っ赤な派手な前肢に黒い反転という目立つ姿も、これに役立っているが、これは、生物学的には警告色と考えられており、触ると黄色い体液を出すのもその一環である。体長は5から9ミリメートル。 ほぼ円に近い楕円型で、背面は浅い半球型に盛り上がって滑らか、覆面はほぼ扁平。触角と不足は覆面に収まる。活動中は触角と足先くらいしか上からは見えない。体色は黒で全肢の実が赤い。頭部は表面に密な天国があり、複眼の近くにいくつか黄色い斑紋がある。全境の前端はえぐり込まれたようになり、 その内側は短時間。左右の前に大きな単行色の半紋があり、これが肉眼的にはまるで目のように見える。小立て板は小さく、三角で黒い。前肢は赤いものと黄色みを帯びたものがある。いずれの場合もそこに黒くて丸い半紋があり、その模様はかなり安定している。黒縁は、それぞれの前肢の前方内側に一つ、中央に一つ、それを挟んで、 外側の前後に一つずつ、計4個あるが、全紙を閉じると、前方内側のものが互いに接して一つになるため、普通の状態では7つの反紋があるように見える。なお、旧北区のものはより反紋が小さく、また、小立板のそばの前紙に単行色の反紋がある。そのために、日本のものを編集としたこともある。素早くはないが、活発によく動く。 枝先まで登っていって、そこから羽を広げて飛び立つのがよく見かけられる。触れると疑心にはいるが、この時に、ふわしの関節から黄色い嫌な匂いの体液を出す。これは、幼虫も同じである。なお、体内にはアルカロイドが含まれるため、鳥はこれを食わないという。見かけの派手な色は警告色と考えられる。成虫、幼虫ともに肉食で、アブラムシ類を食べる。 肌着を食べる例も知られる。幼虫は、ともぐいもよくする。これは、弱霊幼虫に多く、飼育家の実験では、一例や二例は、同種の段階だけを食べても次の年に成長することが可能で、三例では、幼虫同士のともぐいも見られるが、アブラムシを与えると起こらなくなるという。また、三例以上ではアブラムシを与えないと成長が進まなかった。ちなみに、 サナギはほとんど幼虫から攻撃されることがないという。中タは、この種の卵への共いを、ある程度修正として定着しており、幼虫の生存率を高める意味があると考えている。成虫は、集団で冬眠する。ナミテントウは物陰に大群を作って越冬するので、よく知られるが、本種は、それとは異なり、小さな集団で草の根元などに潜る。 ただし温暖な地域では一部個体が活動することが知られている。また、夏にも同様な場所で仮眠をすることが知られている。このような休眠にススキの株がよく使われることから、天敵の保護のためにススキの刈り取りに配慮すべき、との指摘もある。捕食性の天ムシ類の多くで餌を探す、際の行動に広域型と地域集中型の二つの形があり、 活動中に、それらが切り替えられることが知られており、本種でもそれが見られる。前者は、広い範囲を直線的に進んでいくもので、後者は、頻繁に向きを変えながら狭い区域を探し回る、ものであり、まず広域型で探索し、餌を見つけると、近距離探索型に切り替わってその周囲をくまなく、探し回る。一定時間の間、 餌が見つからないと、再び広域型に切り替わる。アブラムシは、メス親が定着した場所で単ため生殖を行い、集中した群れを作ることから、このような餌探索の行動は、餌発見の効率を高める適用とされている。本州の場合、近距離探索型への切り替えはアブラムシに接触することで起こり、必ずしも餌を食べることを必要としない。また、 その持続する時間はアブラムシを食べた時間によって変化し長く接触するほど長くなる。また、広域探索についてはアブラムシに寄生された宿主植物の匂いが地域集中型においてはアブラムシの警報フェロモンが手がかりになっているとの示唆がある。なお、アブラムシの種によってはテントウムシの成長に栄養が不足する例があるが本種については 特に餌の選択性は見られないようである。なお、胸ブラ油虫は、宿主植物の毒を体内に持つため、これを本種が食べると中毒死するが、他の天糖虫には、耐性のあるものもある。関東地方付近では、年2か。孵化から孵化までは20日前後、成虫の寿命は、活動状態で2ヶ月ほどである。秋に孵化した成虫は越冬する。春に、 アブラムシが活動を始める頃に産卵が行われ、それを食べた最初の世代が晩春に現れる。2世代目は夏に出現する。卵は黄色の楕円型で30個程度をまとめて産みつける。メス個体は散発的に2ヶ月にもわたって産卵を続け、その総数は1600にも達し、時には2600にもなる。幼虫は細長く、腹肺にやや扁平で、 幅広い頭部と柔らかい体、それに長く発達した三体の胸足を持つ。背面は白っぽい紫で黒い斑点が並ぶ。サナギは後方が狭い累積型で微短で器物に付着する。色は赤くて黒い反紋がある。羽化直後の成虫は全子が黄色く、次第に本来の色に変わる。アジア、ヨーロッパ、 北アフリカに広く分布する。日本には全土に分布し、ごく普通の種である。明るいところを好み、日当たりのいい草原などに見られる。二十の周辺などに見ることも多い。なお、波天灯はほぼ同じ大きさで、同じようにアブラムシを食べ、同じところに混成して見られる。一般には、波天灯の方が数が多いとされるが、 七星天灯の方がよく見られることも珍しくなく、特に春には七星が多い傾向がある。これは七星の方が繁殖を早く始めるため、新生虫の出現が早いためらしい。また、波天灯の幼虫は七星天灯の幼虫や蛹を食うことがある。農業上重要な害虫であるアブラムシ類の重要な天敵としてよく知られており、 農業的に天敵として利用することも多く、検討されている。天ン虫科の昆虫科の昆虫としては、波天頭の方がよく見られるが、天ム虫といえば、この種の印象であるという指摘がある。同族のものとしては他に数種あり、中で、アイヌ天頭 CI のルイス、ここの星天頭 c スプラナミヤタケが、色彩、反紋等よく似ているが、 全姉前の反問の前にもう一つ小さな黒縁がある。ありがとうございます。